どうも、競技カルタ名人の川瀬正義です。僕の人生をかけての目標は、みんなが存分にカルタを楽しめる世界を作ることです。そのための手段として、2030年に競技カルタのプロ化、2040年にカルタ専用の大会会場の設立の2つを掲げて、このカルタクラブチャンネルやウェブサイト、オンラインカルタ部、カルタクラブルームの運営などをしております。この聞くだけカルタクラブでは、リスナーの皆さんからいただいたコメントを参考に、カルタの見て楽しい、やって楽しい、勝って楽しいにまつわる話を毎日10分くらいでお届けしております。ということで、本日も聞くだけカルタクラブ始めていきたいと思います。さて、昨日はですね、愛知大会に出てきました。それで一応優勝してきて、6試合取って優勝をしてきました。で、今日の夜はですね、ちょっとオンラインカルタ部カルタクラブルームの悩み相談会ということで、ミーティングがあるので朝収録をしておりますということですね。はい、大会が疲れてなんかどっと今出てきているところなんですけれども、頑張って取っていきたいなと思っておりますと。で、ですね、今日はその愛知大会に出た時の振り返りじゃないですけど、ちょっと思ったことがあったので、その話を、特に結論とかある話じゃないんですけど、していければなと思っていますと。で、僕あれなんですよね、割と試合数を重ねるごとに調子がどちらかというと上がっていくタイプ、3試合4試合5試合とか取っていった方が、だんだん強くなっていくみたいなタイプなんですよね。で、なんでそうなのかなっていう話があるんですけれども、昨日やってて思ったのが、やっぱり体の何ですか、動きというかほぐれみたいな、筋肉が固まってるんですかね、それが完全に解き放たれて使えるように、スムーズに動くようになるのか、結局4試合目ぐらいからなのかななんて思ってたりするんですよね。で、最初からその状態に持っていければいいんだよなと思っていて、思いつつもですね、なかなか今までの経験上、その状況にまで持ってくっていうのが難しいみたいなことを思ってますと。で、一つの対処の仕方として、前日に試合することで、ある程度ほぐれた状態で調整をして大会の1回戦迎えるみたいなことはしているんですけれども、それでも完全にはできてないで、朝準備運動とかもしてるんですけどね、なかなか完璧な状態にならないなあっていうのがちょっと悩んでたりもするわけですが、そういう感じなんですね。で、昨日もやっぱりですね、2試合3試合とってで、4試合目ぐらいからかな、ようやくこうスムーズに動けるようになってきたんですけれども、4試合目ぐらいになってくるとですね、体は疲れるし、頭も疲れるしで、だんだん余計な力が入らなくなってくるみたいなところも一つあると思いますし、それまでの過程でやっぱり調整とかが進んでるので、体がどんどん伸びていくような感じになるんですね。で、その時に思ったのがですね、なんていうんですかね、この体がちょっと固まってる、筋肉が固まってる状態の時に最適な構えの仕方と、その体が伸びてきてしっかり動くようになってきた時の最適な構えって、実は違うんじゃないかなと思ってたりするんですよね。で、ですね、昨日までっていうか、僕今名人戦に向けて結構今練習をしてるんですけれども、その練習時って別に4試合とか5試合とかそんな毎日やるわけじゃないので、いつも2試合しかしない、水曜日と土曜日に2試合ずつっていうのが基本的な練習のスタンスなので、その状態で合わせていろいろと体っていうか、構えも含めてですけど、いろんな調整をしてるんですね。で、その時にこんなもんだろうな、これぐらいの構えだよなって思ってたやつが、昨日撮ってて4試合目とかになったら、多分違う構えした方がいいなみたいな、多分こっちの方がいいなみたいな、その辺が多分体の固まり方で動く範囲が違うからなのか分かんないですけれども、そういう感覚に陥って、で、もちろん4試合目とかになると頭も疲れてくるんでですね、そんなこうした方がいいとかめっちゃ考えて構え変えてるわけじゃないんですけど、多分自然とこう構えた時に取りやすい構えになって、それで取ってるみたいな感覚になってましたということで、何が言いたいかっていうと、多分
体のほぐれ方、まあいつも運動をいっぱいやってる人たちはあんまり関係ないのかもしれないですけど、僕みたいに毎日毎日ほぼデスクワーク、パソコンの前に毎日います、まあ毎日8時間10時間パソコンの前にいますみたいな人は、だん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 その体、肩もバキバキだし、背中もバキバキだし、腰もバキバキだしみたいな、で腕も伸びないしみたいな状態で、まあ普段過ごしていて、カルタの時だけ一生懸命一生懸命ほぐれろほぐれろみたいなことやって伸びをしたりしてやっている人間なんですけれども、まあそういう人たちはですね、体がガチガチになってる状態、まあ、もちろんほぐそうとするんですよ、ほぐそうとするんですけど、まあ、そのほぐりきれてないような状態の時の、なんだろう、構えというか取り方と、やっぱり勢いよく、その完全にこれが一番体がスムーズに動く時の体の状態ですねみたいな時で、取り方が違うって言うとあれだな、まあ、構えが変わってくるのかなとは思うので、なんかそこも一つ調整のポイントとして考えていけるといいのかななんて思ったので、皆さんにちょっとシェアをしてみました。まあとはいえね、言われたところでどうすんねんっていう話な気はするんですけれども、その、まあ、僕なんかは割と大会で勝ち上がるにつれてだん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 調子上がっていくみたいな練習を大会でもう何回もやってるわけなので、なんか上がってきた上がってきた、取れるようになってきた、伸びてきたみたいな感じの感覚に落ちに なるんですけれども、それをなんだろう、いきなり本番の日に初めてその状態になってやるっていうのはまあ難しいと思うので、まあできれば練習の時から、まあ5試合6試合とか練習をして、そういう状態も経験した上で本番迎える、まあ本当を言うと多分普段からちゃんと体をしっかり伸ばしてですね筋肉が固まらないようにして、いつも同じ状態でコンディションを整えてカルタが取れるようにしておけばいいのかななんて思ってますと、はい、という感じですね。まあ僕はちょっともう少し名人戦、まあ、ね、パソコンから離れるわけにはいかないから、パソコンやらないって選択肢はないんですけれども、名人戦近くなったら毎日しっかり伸ばすとか、そういうことはしっかりもう少しやらないといけないのかななんて反省しながら、昨日は試合を頑張ってきましたという感じで、今日の本題は終わりにしたいかなと思いますと、最後に一つお知らせをさせてください。ですね、まあカルタクラブの宣伝ではないんですけれども、そのですね、12月の15日の木曜日、しあさってかなから、東京都の墨田北斎美術館に美術館で、北斎×百人首展が開催されます。イエーイと、はい、これが百人首に関する作品の企画展ですね。でこちらがですね、競技カルタの A 級の選手、TKB 大学カルタ会の千葉慎さんという方が企画している展示会となっております。今略称にしましたけれども、まあ、意味あるのかな、多分わかると思うんですけど皆さんはい、という感じで競技カルタの、A 級の選手の方が企画している美術館の企画展になってますので、そちらを見ていただけるといいなと思っておりますと。でこの企画の魅力とかですね、そういうところはですね、概要欄に詳細のリンク貼っておりますので、詳しいところはそちらをご覧いただきたいなと思っております。でですね、こちらですね、12月15日から始まるんですけれども、あさって12月の14日の水曜日まで前売りチケットというのが販売されているんですね。でこちら前売り でチケット購入されますと、通常料金の 20% オフで購入できますので、かなりお得になっておりますので、行きたいよっていう方とかはお早めにチェックしてお買い物を止めいただけたらなと思いますと、はい、ということで本日の放送は、終わりにしようかなと思いますと、オンラインカルタ部カルタクラブルームでは、参加している部員の皆さんのカルタのお悩みの相談に乗っております。他にも僕が培ったカルタが強くなるノウハウを限定記事限定動画の形でまとめたり、部員同士でカルタの勝ち方をああでもないこうでもないと研究調査したりしておりますので、興味がある方はぜひ部員になってみてくださいと、最近はですね、僕のサインのデジタルサインのプレゼント企画をやっていたりですね、あとは悩みとしては、そうですね、出札によって勝ち負けが左右されちゃうんですけど、それをどうにかする方法はありませんかみたいな、
何をすればいいですかみたいな、そういう悩みにも答えたりしております。興味がある方はぜひ覗いてみてください。最後まで聞いていただきありがとうございました。カルタクラブの川瀬正義でした。明日も皆さんに良い流れが来ますように。バイバイ。